トータスは、アメリカ、シカゴ出身のポストロックバンド。1990年結成。歌詞を介在させないインスト主体のスタイル、ポストプロダクションを駆使する好感度の音響アプローチなど、極めて前衛思考の強い音楽性と、緻密な曲構成で知られる。ダグ・マッコームズとジョン・ハーンドンのデュオとして始まり、その後もと、バストロのジョン・マッケンタイアとバンディ・ケイ・ブラウン。 それに元たベイビーズのダンビットニーが加わった。1994年、ファーストアルバム、トータスでデビュー。出世作となった、セカンドアルバム、ミリオンズナウリビング、ウィルネバーダイでは、シカゴ音響派と呼ばれた、独自の前衛音楽コミュニティを牽引する存在としても、大きな注目を集めた。サードアルバム、TNT では、当時革新的であった、新技術、 ハードディスクレコーディングを採用。演奏した音をテープに録音せず、はじめからデジタルコンピューターのハードディスクに記憶した音像をパソコン編集していく。このレコーディング方法は電子機材による音楽制作方法への道を開く、画期的なものとして真に衝撃を与えた。TNT に至ってポストロックという音楽も世界的に認知されるようになっていくが、 2001年発表の4作目、スタンダードでは、一転して、テープ録音を復活させ、ジャズ要素やプログレ風味など、有機的、バンドサウンドへの回帰を示唆するなど、常に試行錯誤を繰り返しながら、断続的な活動を行う。2007年には、トータスのドラマー3人による生音ブレイクビーツ、プロジェクト、バンプスでアルバムを発表し、 ヒップホップへの造形の深さもアピールするところとなった。2016年のアルバムザ・カタストロフィストには US メープルやデッドライダーのメンバーとして知られるトットリットマン、ヨよよラテン語のメンバーとして知られるジョージア・ハブレーがゲストボーカリストとして参加した。過去何度も来日公演を行っており、初来日の1996年以降単独公演は4回。 フェス出演でも2002年の朝霧ジャム、2005年のメタモルフォーゼ、2009年のフジロックフェスティバルと滝に渡る。ありがとうございます。